おはようございます。画家のぎそです。今日はちょっとですね、非常にこう批判たくさん起こると思いますが、それを覚悟で動画を上げたいと思います。今日はですね、ちょっとこれやめませんかという、ご提案でございます。これはちょっとこう動画自体を撮ることも非常に悩みましたが、結構こう美術の業界あるあるなんですけども、私自身がすごい強い違和感を持って、ずっと長年絵を描いてきて、こういったことに対して違和感を強く感じておりました。これは何かというとですね、絵に加筆をすることです。手を加えるということですね。教えられている先生とかが、教え子さんの絵に手を加える。で、僕自身ももちろんこう教える仕事を長くしてきましたので、手を加えることはありました。で、それに関しては僕は特段、問題ないかなというふうに思うんですけども、ここから一個先です。公募展とか、何か賞レースとかに出したりする時、その絵に手を加えるということはもうやめませんかというご提案でございます。これ実はすごいトラブルの原因になっているように僕自身が昔から感じていて、まあ、手を加えてもらったら先生からとかですね、手を加えてもらったら非常に絵が良くなるのはわかるんです。で、わかるんですが、そして何か入選とか入賞とかしていくということもあるかもしれませんけど、僕自身はそれすごく納得がいかないというか、もちろん僕はその教えてきた中で、そういう公募展とかに出さない絵に関しては手を加えるということは、特に予備校の先生時代はガンガンありました。でも、なるべくメインじゃないところを描いてました。人の顔やったら、ね、そうじゃないところを描いてみたりとか、そういうふうにしてきました。なぜならば、それはやられたら、落ち込むから。で、僕自身が一度だけ手を加えられたことがあります。浪人時代に。私自身が。でもそれはもうその先生がもういよいよちょっとわからんなと。こいつはわかってへんなっていうことで、一度手を加えられて、実は僕その時の、すっごくこう、嬉しかったし、もちろんその公募展とかに出すわけじゃないですよね。受験の絵で、6月ぐらいに生物画を描いていて、僕はものすごい表面描写ブラーって描いちゃうんですよ。細かくギャーっと描いちゃう。でも、その人はもうちょっと大きく見ろということで、僕はその先生と今でもすごくこう親交もあって、非常にこう尊敬する先生で、一回だけ。で、その時のことを話すると、その先生も覚えてると。で、大木曽にはもう言うことないけども、あの時はな、まあなっていう感じで言うてくださって、大きくバサーっとこう、書いてくださったんですよ。で、それで、このぐらいのお前見え方せえへんかみたいな感じで。で、僕はそれすごく嬉しかったし、逆にめちゃくちゃ悔しかったです。自分がこれだけ言われててもわからんかったんやなっていうことがあって、それをしてもらったことによって、非常にこう、良くなりました。で、その後夏休みを迎えて、確か6月ぐらいにそれされて、で、夏休みを迎えて、で、夏休み明けのコンクールかなんかで、まあ、たまたまなんですけど、自分自身が視力が悪くて、いつもコンタクトをしてたんですけど、その日は、コンクールで、2学期始まりのコンクールで、それで上位に行けば、奨学金がもらえるというか、学費が半額になるとか、もうすごい大事なコンクールだったんですよ。で、その日にたまたまコンタクトをつけようと思ったら、なんかうまく合わなかったんですよ。で、その日ですね、裸眼でそのデッサンをしたり、油絵を描いたりした2日間、3日間かな。4日間か覚えていませんけど、そしたら、水道端というとこのコンクール、油絵科で、おそらく1番だったんです。まあ、デッサンも油絵も1番だったから、確か両方4人ずつ、1番の賞。で、両方取ったら僕だけやったから、まあ1番ということでいいですかね。だったんですよ。で、その、裸眼で描いた時の絵が、やはりその3ヶ月、2ヶ月ぐらい前の、その加筆をされた絵ということで、それがいろいろ合致した瞬間だったんですね。で、そういった形でなんか加筆されたということに関しては、僕は全然いいと思いますし、僕も教え子で、ある教え子が、3年生かなんかの時に、一生懸命書いてるんですよ。でもなかなか公募展とか入選できないと。で、一回僕のところちょっと持っておいでって言って、持ってこさして、画面の端の方、本当に確かこのぐらいやったと思います。もうこのぐらいの一番端のとこ、ここだけを加筆したんですね。でそれも公募展に出す絵じゃないです。ここだけ。で、ここだけでもう他をもう脇役中の脇役のとこですよ。これぐらいのクオリティ、要はマンネリの仕事になってたから、これぐらいのクオリティでやっぱり勝負せんといかんよっていうために、その子はやってあげました。それから、ぐーっと作品が良くなって、2年後ぐらいに学生で、大きい200万ぐらいの賞を取りました。じゃあその賞を取った時には、じゃあ過失したかって全然してないです。で、私は、その時はもう、エスキースって言ってプランニングですね。どういう絵を描きたいかっていうことだけは見ていましたけど、もちろんもう、展覧会とかに、出す絵に関してはもちろんやってません。で、ある時に、僕が教えていた時に、ある、画廊さん主催のコンクールで何人か入選入賞したんですよ。で、もう僕も、まあ、たまたま東京にいたんで、その、受賞式に行ったんですけど、やっぱりこう、ぼそぼそっとこう、噂で、あれは、小木曽の学生さんは、なんかあんな書けるわけないから、小木曽が過失してるやろ、とか。外でぼそぼそ喋ってるのをたまたま僕が通りすがりで聞いてしまったんですよ。あ、こんにちは、とかって言ってですね。で、そんな風に思われてたやなと思ったんですけど、もう本当にやってないです。それはやっぱりその子のためでもあるしというか、その後のこう美術で戦っていくとなっていった時に、そこでちゃんとこう自分の実力でやらないと無理じゃないですか。だから僕はそういう風なスタンスで来ました。ただし、相変わらずこう日本の美術界の中では、そういったことがあります。あります。で、なんかこう、書いてもろって入選して、わーいとか。それやめませんか。それ両方に言えますけど、やる側の先生も若干それが僕ビジネスになってるような気がするんです。すごいもうはっきり言ってしまうと。で、それによって、まあ、お教室も潤うかもしれないし、生徒さんも喜ぶ人も喜ぶかもしれないけど、まあ、それで本当にいいのかなと、ずっと疑問に、何十年と思っています。で、やられる側もやっぱり、生徒さんも、プライド持ちましょうよ。やっぱプライド持ってやった方がいいっていうか、やらないといけないと思います。もう先も私は短いからとか、もう早く入選しないとダメなのよとかって言い張りますけども、まあ多分入選して、わーって嬉しいなってなるかもしれないけど、それはもう多分一時の表面的な喜びでしかないと思いますし、今僕はずっとこうタブレットでこうね、加湿とかをしてお肉評価っていうのをやってますけど、やっぱり、その人が描いてる絵自体には、極力手を入れたくないと。本物にね、本物に。だから僕はタブレットでやってると。で、ある時に僕は、ある、研究会みたいなものとか、僕は参加もほぼっていうか全然したことないんですけど、そういうのを見たことがあって、で、その時にすごいまた強い違和感をたまたまこう見る機会があったんですけど、こう、チョークで、100号とかの絵にこう加筆すると。で、その、加筆された理由自体に、理解ができていない。僕はわかります。あ、こういう理由なんやろうなとか、あ、こういう理由やなとか、もうすぐわかります。ただ、チョークだけでこうやって書いてると。それ見たときに、ね、またそれチョーク消さなあかんじゃないですか。で、プラス、理解もしていないから、なんか、すごい不満そうに帰っていくんですよ、見てると。された人ね。で、これを見たときに、こんなんやってたら、まあ、あかんなーって、ものすごく思ったんです。もう、まあ、今日はもう意を決して話してますけど、もうそれやめませんか？それ、双方向でやめませんか？やられる側も、それによって、絵が良くなったから、もうね、カルチャーセンターとかで本当にこう、ね、公募展とか出せじゃなかったらいいですよ。でも出せに関してはちょっとプライド持って、私は今回自分の力だけでやりますと、言ってみませんか？書かれる先生も、その後になんとなくこう、私の方にちょこちょこ相談来てます。正直言います。断ればって言ってます。なんか断れないのかよくわかりませんが、加筆された人が、入選とかしていってるから、みたいなこと言う。もうどうでもいいじゃないですかって僕言うてしまいます。でも本音でもうどうでもいいと思いますし、書かれて入選したからってそこプライドないだけなんじゃないですかっていうふうに言います。だから、それよりもなぜこうなんだろうとか、なぜこうした方がいいとかっていうことをやっぱ考えて、自分の絵を良くしていくということをやっていかれる方が、長い目で見た時に賞とか取ったりとか入選するとかよりも、もう自分のためになると思いますし、自分のためにしてほしいんです。そうやないと面白くないじゃないですか。なんかめんどくさいことでピリピリしたりする、なんかそのめんどくさいじゃないですか。ああ、賞入らんかったから、ああ、もう自分の実力やったっていうふうに思えるような方が絶対幸せですし、絶対そっちの方が楽しいですよ。で、ね、それを当たり前にされている先生も、やっぱりそこで人間関係のトラブル起きたりとかしていて、人間関係のトラブルとかめんどくさいじゃないですか。まあ、わからないですよ。僕はもうそういうところからだいぶ距離を置いたので。ね、なんかそんなことをすごく感じます。特に日本のこう、美術業界の団体展と呼ばれるこうシステム、おそらく海外にはないと思うんですけど、そういったものがこう日展からですね、古布会、白日会、床会とかあったりとか、それに日展から派生した日課会、日記会とかいろいろこうあって、そういうのがザーッとピラミッドになってるわけですよ。もちろんね、それで研鑽を積んでいくということ自体は全然僕は否定しません。いいことやなと思います。でも、やっぱり、自分の実力を高めて勝負かけていく。例えば、賞レースでもね、そういう5団体とか関係なく、賞がかかったレースとかでも、やっぱ先生の手加わったとか、そんなんで、賞取っても、どうなんですか？わかりません。私はね、私は嫌なので、私はそういうこともしたりされることも嫌やし、自分自身がすることも嫌です。だから何かそれの絵が、ちょっと良くないなと思うには理由があると思います。その理由をやっぱり考えるっていうことが大事やし、自分のじゃあ、そのダメなところを凌駕するぐらいのいいとこがあるはずです。いいとこがあるはず。そのいいとこっていうのを探していくっていうこともすごく大事やし、そういうのが芸術美術の活動やと思いますので、今日はちょっと厳しめのご批判とか、美術業界からますますはぶられていくことは覚悟の上、まあいいわ、好き勝手ね、言いたいことを最低限、言うていこうかなと思って、本日こういった動画となりました。やめましょう。どうですか？ご提案でございました。以上です。